はい。始まったようです。始まってますか？どうやったらいいんだろう。ちょっと待って、一回ネガティブを閉じて、閉じました。聞こえてる？いけてる？ちょっと待って、俺自分のところでね、今見れてないんですが、来てた、あ、見えました、すいません。はい、皆さんこんばんは。ですね、今日はなめこ発掘キットをまたやろうと思っております。なめこ発掘キットっていうのはどんなゲームかっていうと、それはまた始めるときに改めてご説明するんですけれども、それよりですよ、暑すぎません？ねえ、えらいこっちゃですよね、なめこさん。もう本当にね、なめこの応援も暑すぎていつ枯れるんじゃないかってハラハラヒヤヒヤしておりますけれどもね、まあ、ちょっと頑張ってやっていこうと思いますよ。はい、一応このお部屋はね、涼しくしていただいてるんですけれども、もうちょっと暑すぎてとんでもねえことになっておりますので、はい、皆さんも熱中症には気をつけて、あの飲み物なんかをね、飲みながら配信見ていただければと思います。はい、スタッフからですね、前回の配信からちょうど1ヶ月ですねみたいなことを言われまして、あー、そっか、もう1ヶ月経ったのかって思っていたら、あれよあれよ実況配信の準備が進められておりまして、本日に至るダンボールなめこでございます。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。そしていつも夫婦みんなのヒーローなめこさんでございます。はいね、頑張ってやっていこうと思いますよ。はい、旦那めはですね、ゲーム実況動画あんまり見たことがありませんので、まあ、ちょっといろいろと試行錯誤でこれまで全3回やっておりましたが、今回もね、いろいろ不手際あるかなとは思うんですけれども、皆さんぜひ叱咤激励のほどよろしくお願いいたします。で、前回の配信をスタッフの奥様がご覧になっていてですね、旦那めはもっとコメントを読んだ方がいいという非常にためになるフィードバックをいただきまして、コメントを読んでいきたいと思うんですが、あ、コメント、あ、見えた、こんばんは、暑いねとか、クラファン届いたよ、初見です、ありがとうございます、初見さんありがとうございます。あの、皆さんどんどんコメントを書いてください。うんうんってね、あ、素晴らしい助言、そうですよ、素晴らしい助言、あのしっかり読んでまいりますので、これまで以上にしっかり読んでいこうと、努力してまいりますのでね、はい、検討してまいります。はい、なめこさんももっと読んでくれたらいいのに、うんうんって言っておりますけれども、はい、じゃあです、今日遊ぶのはなめこ発掘キットです。はい、で、前回の配信ではこのステージのクリアに必要な箱舟パーツというアイテムを残りあと1個見つけないといけないというところまで遊んでおりました。なので今日はその箱舟パーツを残り1個どこにあるんじゃというのを探しながらゲームを進めていきたいと思います。で、なめこ発掘キット、どんなゲームかと言いますと、ジョッシュというなめこの、まあ、男の子なのかな、ジョッシュというなめこが目を覚ました箱舟と呼ばれる宇宙船の中で、マナというアンドロイドの女の子に出会います。で、そのジョッシュとマナが荒廃した惑星からの脱出を目指すという、シミュレーションゲームになっています。ゲームはまだ序盤なので、これからどんな展開になるのか一緒に見ていきたいと、楽しんでいきたいと思います。で、ゲームシステムの方ですが、こう発掘キットというぐらいなので、地面に埋まった箱舟パーツを掘り当てて、その箱舟の完成を目指していくゲームです。で、その地面の中には箱舟パーツ以外にもお宝と呼ばれるアイテムとか、あと枯れなめこも、ね、乾燥した状態で埋まっております。この枯れなめこは缶詰に入れてあげると、こう缶詰の中の水分でみるみる元気になりまして復活させることができます。で、この復活させたなめこがまた
発掘を手伝ってくれる。でさらに、ナメコを仲間にしながらどんどん発掘のエリアを広げていって、箱舟パーツをまた見つけていこうというそんなゲームになっております。皆さん分かりましたか？あ、視聴者数が30人を突破しました。次は50人でお知らせします。だってこんばんは、大図鑑届きましたよっていう方が結構いらっしゃいますね。そうなんです、あのなめこ大図鑑という、なめこはね10周年を迎えまして、1101種類のこれまでなめこが登場していたんですけれども、その1101種類のなめこ全てを収録したなめこ大図鑑というものを作るクラウドファンディングを、実施してまして、その大図鑑がついにご応募いただいた方のもとに届いたということでね、皆さんぜひそのなめこ大図鑑いかに素晴らしいものか、ぜひツイッターとかインスタで発信していただければと思います。今日僕もね、なめこ大図鑑とかなめこ届いたとかなめこクラファンでねひたすらエゴさしておりましたよ。みんな結構びっくりしてましたね、図鑑の豪華さに。なめこさんはもうもちろん見たよね。ね、もうおまけが多すぎて何を頼んだのか、こんなん頼んだっけって思ってる人ももしかしたらいるかもしれないんですけれども、まあ、あのおかげさまでたくさんの3000人以上の方にご支援いただいて、おまけもたくさん作ることができたので、ぜひそのおまけとねなめこ大図鑑一緒にお楽しみいただければと思います。そう、てんこ盛りだったんですよ。びっくりしたほんまびっくりしたって言ってる人がいる。あ、50人も早々に超えました。大図鑑大切にします。原宿に行きました。あ、原宿にも来てくれた方も今日見てくれてるそうです。原宿というのはですね、6月30日つい昨日まで原宿竹下通りにある和スイーツショップのユーリンヤンというお店となめこがコラボしておりまして、そちらの1日店長としてなめこさんが2週にわたりね登場したということで、こちらのなめこさんは最初の土日に、でその後後輩のなめこちゃんにも出ていただいたりとか、マサルにも来てもらっておりました。はい、まあ、ちょっとねフリートークが長くなってしまうと何の配信だか分からなくなってしまいますので、じゃあそろそろなめこ発掘キットの方をスタートしたいと思います。いいですか、切り替わった画面、いきます、画面切り替わってから行こうか。はい、では発掘をスタート。発掘キットで、いや、ミラティブのお知らせが出ております。はい、見ておりますよ、見ておるという出てます今出てます私、ね、発掘キットを実況プレイしてなめこ配信者ナンバーワンを目指せということですけれども、私はあの公式配信者ですのでこちらには参加できません、残念ながらね。皆さんたくさん見ていただきたいんですけれども、ぜひ他の発掘キット配信している方の配信を見に行ってあげてください。はい、ということでこんな画面になってます。このフィールドをどんどんナメコたちに発掘させて箱舟パーツを見つけなければいけないんですが、あれ、発掘完了したナメコいないぞ。前回置き忘れたのか、置いとけばよかった、しまった。じゃあとりあえずハサミナメコさんに、あ、動画広告出れ見れる、おこれ配信中に動画広告見ていいんだろうか。今画面に戻れました、はい、あ、そういうこと、はい、ね、今ねトゥーンブラストの広告が出てますトゥーンブラストだけど、トゥーンブラストのテレビ CM に出ている方が出ている動画広告ではありませんね。なんか見る、うん、あ、そろそろ終わりそうです終わったらこれ切り替えなくても別にいいんじゃない、そんなことない。はい、で動画広告を見るとね、即座に発掘が終わります素晴らしい、はい、じゃあ、回復薬、あ、え画面が切り替わってなかった、はい、あ、出てる出てる、大丈夫、回復薬ゲットしました。はい、回復薬はこれ枯れそうになった時に飲む。あ、そういえばマナは博士から箱舟を直す指示を受けたの？ A、 直接ではありませんが、どういうことだ、どういうことどういうことってジョッシュもどういうことって言ってた。私が再稼働したのはジョッシュが目覚めた時より少し前でした。おお、というよりジョッシュのスリープは私が解除しました。なん、そうなんだ、あ、
そうだったんだ。そうですよね。不慣れなせいでちょっと記憶が曖昧になってしまいましたね。え、そのせいなの？本当に？びっくりしてる助手。それはいいとしまして。よかねえよってことですよね。目覚めた私は博士の録画映像で指示をされたのです。星に残った命を集め箱舟で脱出せよ。それが博士の指示でした。うん。その時うっすらと感じていた事実に気づいたのです。博士はもういないのだと。もうちょっとしんみりしちゃう。そう考えると胸の奥がギューとなったのを記憶しています。あの感覚は何だったのでしょう。アンドロイドのマナに感情が芽生えているのか。マナ、それは遺産方だね、きっと。起きたばっかりだったからね。中年の悩みを今女子は吐露しております。朝ね、お父さんがうーって言ってるあれですね。遺産方ですか、アンドロイドなのに。まあそんなわけでジョッシュも協力してくださいね。もちろんさ、オイラはハッツ博士の助手だからね。さあ頑張って、あと箱舟パーツもう一つ探さないとですよ。お、このまま発掘するとナメコは枯れちゃうから回復薬を使う。さあ、ああ残念、動画広告マークは出なかった。ハサミ、発掘が始められない。回復薬、あれ回復薬ないの？回復薬買うか、先に復活させるか。ほら見て、カレナメコが缶詰に入ってんので、プラチナ缶は有料なので金も持ってないし銀もないから、ただの缶詰で発掘復活させます。ビビビビビビビ、ガチャ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 。今の間にコメント読もう。まだ届いてない、うふんって、あ、届いてない人いる。クラファン宅配便が重かった、しおり全部オレンジでした。そんな人いるんだ。原宿行ったよ、原宿行けなかった、残念です。コラボ大福美味しかった。あ、大福買ってくれた方がいらっしゃる。大福食べたかった、東京行けなくて残念ね。倉庫行ってる間にカレナメコがナメコとして復活しました。うわー、普通のナメコかよ。いけるかな。あ、ダメだ、普通のナメコだとスキルが足りないって言われちゃった。ここだったら、あれ、ハサミもダメなんだ。じゃあちょっと普通のナメコ、回復薬買おうかな。じゃあ回復薬くれよ。あれ、回復薬って買えないんだっけ。買えない。あ、回復薬は地面に埋まってるやつしかないんだ。え、どうしよう。え、じゃあカラス？カラスしかないよね。じゃあこのカレポイントでカラして、でカラしてもう一回復活させて、このレアナメコガチャを回せばいいわけですね。早く発掘しろよ、早くしろよ、早くしろよ、ハサミを枯れろよ、早く枯れろ枯れろ枯れ枯れ枯れろ、はい、枯れます、枯れました。よし、え、なんか拾った、謎の箱を拾った、謎の箱、謎の箱が見つかったよ。何かいいものが入ってるかも、開けてみよう。銅のハンマー、銅のハンマーが入ってました。で、缶詰で復活して、まあ、スキップしよう。ピン、あー、普通のナメコ、普通のナメコです。どうしよう、普通のナメコのスキル何だった。いけるこの辺。あ、ダメだ。あ、箱舟パーツゲット、やったー。じゃあこれで無事にこのステージは、あ、銀の缶詰もらえた、やったー。パーツが見つかったよ。
これで2つ目、周囲のパーツ反応は消えました。そっか、パーツレーダーみたいなのがあるんだよね。このパーツは多分サブエンジンのパーツじゃないかな。修理をすれば箱舟を動かすことができるようになると思うよ。ついに箱舟が動くんですね。楽しみです。サブエンジンだからそこまでの動力は得られないだろうけど、パーツの組み立ては箱舟に戻ってからにしようかな。では心残りのないよう発掘してから戻りましょう。一度離脱したらパーツ信号のない場所には戻ってこれませんよ。もう発掘終わるときはどうしたらいいの？それはですね、発掘完了ボタンを押せばいいのかな。急にチュートリアルじみたセリフが。はい、発掘完了ボタンで合図を押してください。 OK。 つまり、あ、これか。今画面の上の方に発掘完了ってオレンジ色が出ていて、これを押すとこのステージの発掘を完了して次のステージに移動しますか。このステージには戻ってくることはできなくなります。どうしよう。え、実際どうなんですか皆さん。これやったことある人、全部掘ってから行く、それともどんどん先進む、どっち派が多い、どっちにしたらいいか、ちょっとじゃあコメント欄見てから決めよう。どっちがいいですか、どっちがいい。先に進む1票、全部掘ってから、全部掘る、全部掘る、あ、全部掘る派が多いですね。全部掘る派、あ、残ってる素材による、全部掘る、掘る派。あと確かに残ってるものに、なるほど、あ、そういうことか。ここ見て、あと何が残ってる。缶詰2個と回復薬で、ツルハシと銅のハンマーがもらえる。これはどうですか皆さん。回復薬あるならちょっと掘ってみようか。回復薬はその埋まってるやつからでしかゲットできないんで。じゃあまずナメコをここに置きつつ、ハサミスキルがある風水ナメコに行かせて、あ、こいつもハサミスキルあるじゃん。よし、行け。結構皆さん全部掘る派が多かったですね。全部掘る派が多かったんで、全部掘る、まあ配信的にはね、どんどん先進んだ方が多分いろんなエリア見せられるからいいんでしょうけど、いいんです、我々は皆様のしもべなので、はい、忠実なしもべとして全部掘るを選択してしまいました。え、これもしかして旦那目がもう全部掘るのやめようかなって言ったら怒られるパターン、どうなんだろう。今ね、ナメコ発掘キットというゲーム、発掘シミュレーションゲームをやってます。そしてこのステージクリアに必要な箱舟パーツ2つはもう集まり終わったんですけれども、残ってる、発掘ポイントを全部掘ってからみんな次のステージに行くという方が多かったので、今私はしぶ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 発掘を続けております。え、ナメコがそんなこと言うなって今そんなこと言いなさんなっていうねポーズをしておりますが、今はミラティブにはこの発掘の画面しか映っておりませんので、ナメコさんの必死の嘆願も皆様には伝わらないということになっておりますが、え、いいよ先に進んでよとね、いうコメントもいただいておりますが、配信だから怒りませんよって言われた。回復薬美味しいから掘るかな。やっぱ回復薬狙いで掘るっていう、だから他のアイテムはまあ別にいいけど、回復薬があるなら掘ろうかなってことですね。あ、待って、ちょっと動画広告あるじゃん。本日の支給物資、あと3回動画なしでプレゼント。あ、動画なしでくれた、やった、大きいの缶詰出た。お、すごい、消しちゃった、びっくりして。やったじゃん。あ、発掘完了。じゃあこいつがそろそろ枯れるから、ちょっと金の缶詰入れてみるか。あ、よかったね、続けてみて。そう、続けてよかったじゃん。よし、枯れたし金の缶詰入れちゃおう。イエーイ。ちょっと待って、何が出るか皆さんちょっと予想してみてくださいよ。今んとこ風水とハサミ
トゲナシトゲナメコがレアナメコとして出ている。だこれ以外に何か出んのかって話ですよね。風水トゲナシトゲナメコハサミナメコが最初に出てくるナメコシリーズってなんかすごい珍しい感じしますね。まさにレアって感じ。さあここの演出は別に変わんないですね。おおおおこれは豆原子なめこめっちゃ強いじゃんこいつ。出た出た豆原子なめこちゃん、やった、さすが金の缶詰、さすがですね。そして銅のハンマーかー。よし、じゃあ豆原子ちゃんに回復薬ちょっと探してもらおう。え、今は、今スキルがない、あ、ハサミ系スキルなのか。あれ、スタミナ不足くそ辛そう、枯れてくれ。え、どうですか皆さん、この私の引きは。なめこゲームちゃん、おお、かわいいな、やったー。リュウさんが入手しました。かわいいかわいいかわいい、すごいかわいい。風水星5来ると嬉しい。うん、なんか旦那目がランキングに入っちゃってるっていうコメントなの。そうなの、なんかランキング入らないって噂を聞いて。そうですね、今確認中なんですけどミラティブに、はい、もう配信始めちゃってますが、はい、まあいいや、別に我々のせいじゃないから。そうですね、うん、本来はね、本来はランキングに入らないんですよね。旦那名は公式配信者なんで、公式配信者っていうか公式の中の人なんで。お、銅のハンマーか。まあいいや。あ、銅のハンマーでだから時短すりゃいいんだ。あ、鶴橋と銅のハンマーしかない。あ、風水が終わった。回復薬来い、回復薬来い、来たー、回復薬来たー。ってことは豆原子ちゃん中止するか。これ中止したらスタミナ減らないですよね、確か。発掘を中止するとなめこのスタミナは元に戻ります。 OK、 じゃあ回復薬もゲットしたことだし、ランキングにもなぜか入っちゃったし、次のステージに行きますかね。じゃあ発掘完了しますよ。はい、発掘完了、発掘完了して次のこのステージには戻ってこなくなります。オッケー。あ、このエンジンパカッ、あ、これなんだ、この箱がエンジンなわけじゃなくて、この中にアイテムが入ってるのか。完成、イエーイ、ふう、これで箱舟パーツが一つ完成したぞ。お疲れ様でした。回復薬があったらあげたいくらいですよ。あ、あるんですよ、さっきね掘り当てたんでね。ないの、どうでしたっけ君たち集中力はちょっと足りないんじゃないかついさっき掘り当てたばっかりなんだけど、まあいいや、いいんかーい。これで次の発掘ポイント移動できるんですね。うん、今直したのはサブエンジン、これがあればゆっくりだけど箱舟で移動できるからね。ほー、サブエンジンは設備として強化することができるよ。そうするとどうなるんですか。なんかコブラみたいなこと言う。少しずつだけど発掘が楽になっていくんだ、それは素敵ですね。どんどん強化したいです。この調子で次のパーツもどんどん見つけようね。そうですね、それで次はどこへ行くのかな、ちょっと調べますね。じゃこバイザーが閉じた。おお、久しぶりに見たビビビビビ、検索中検索中、てん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 、見つかりました、ピローン。これピコーンってなる時のマナの、あのツインテールがピョコーンってなるのかわいいですね。次の発掘ポイントはジャングルタウンです。バンバンバーン、ジャングル、あ、サブエンジンが今埋まりました。ジャングルタウン発掘開始、イエーイ。ジャングルに着いたね。移動中はずっと箱舟の中だったから外の空気が美味しいね。
ここなら博士の言っていた生き物がいるかもしれないね。なんか生き物がいるって言ってたっけ、言ってたっけ。なんかさっきの荒れ果てた大地しか知らないから生き物がいるっていうのを想像してなかった。カレナメコはいるけど。さあ早速ですがカレナメコさんを探しましょう。え、どういうこと。仲間なら箱舟に乗って。皆さん慣れない環境で体調を崩されたようです。そんな厳しい環境に適応するためなのでしょうが。ああ、読み飛ばしちゃった。なんか言ってた。つまり新しいステージにはさっき仲間にしたナメコは連れてこれないってこと。でも大丈夫です。カレナメコさんの反応が出ている地点に降り立ちました。きっと近くにカレナメコさんがいるはずです。あそこを見て、カレナメコがいる。データの通りですね。早速箱舟を運んで復活させてあげましょう。うん、でもこの辺りは沼地が多いみたいだね。しかもドロドロの沼、落ちないように気をつけないといけませんね。沼の上は通れなさそうだね。瓦礫の道があるみたいで、その目先を目指してみましょう。なるほど、道を沿って。まずはカレナメコの復活、次に道沿いの草の発掘だね。俺ね、今ね、重大なことに気がついた。もうそろそろ次のステージに行くって時に金の缶詰使ってる場合じゃなかったってことでしょ。だってしかもさ、さっき復活した豆原子ナメコなんて発掘してる途中でやめさせたからね。一回も何の能力も発揮することなく豆原子ナメコはさっきのステージに置いていかれました。そして私の金の缶詰も消費されました。あ、でもフリー発掘もあります。フリー発掘にはいるの。あ、メイン発掘とフリー発掘どっちも進められるよ。ここでフリー発掘、ここにはいるってこと？いるじゃん。そっか、さっきとか前回の配信でお宝図鑑がね全然埋まらなかったんですよ。あと4個集めたら何かわかるかもしれないとか、ナメコの浴槽あと4個集めたら何かわかるかもしれない。これはフリー発掘をひたすら進めて4個集めろって、そういうことですね。かわいい豆原子ナメコスコップで掘ってる。なんていうか、シャベルっていうのかな、スコップっていうのかな、あのお砂場遊び用のやつで掘ってるぞこの子。これめっちゃ時間かかるんじゃないの。あと17秒、早い。意外と早い。じゃあちょっとみんなで豆なめ原子ナメコがさ頑張って掘ってるとこ見てあげようよ。5秒ぐらい、5、3、2、1、はい終了。ボヨン。さあお宝拾え。え、ツルハシ、まあいいか。ということでやり込み要素としてこのフリー発掘がありの、シナリオを進めるこのメインのステージがありのっていう、そういうことですね。でどちらか一方しかできないので、まあ、基本は始めたらまずはこのシナリオを進めていけばいいかなと思うんだけど、おーっとカレナメコしかいない。復活させよう。え、銀あった。え、銀使うの忘れた。銀使うの忘れた。ちょっとみんなちょっと教えてよ。人のせいにする。人のせいにしております。私今絶賛フリー発掘とメイン同時進行でやりますね。あ、結構やっぱ同時にやる人いいんだ。銀使えばよかった。普通のナメコにしちまったよ。どうしようか、どうしてやろうか。これねえし。あ、ここはいける。いいよ枯れたら。動物、え、何秒？15分です。15分もちょっと待ってらんないな。どうもハンマーで、え、全部使う。全部使ってやったぜ。あれ、あ、枯れた。
お、鶴橋来た。鶴橋は土だよね。土が掘れるんだよね。え、じゃあ銀使うよ、銀。銀行こう。さあ、銀、銀来い。お、バナナ。バナナ猫。やったー、レア来たー。さすが銀缶詰。この紫色が沼か。ここ通れないから石畳の家を上を行けってことね。え、じゃあさ、ハサミ使っちゃおうか。ハサミ結構あった気がする。あれ、ハサミない。あ、ハサミも持ってけないってこと。全部使っちゃってたってことか。え、じゃあコメントでも読もう。あれ、カレナメコいた？どこにいた？いた、カレナメコ。なんかカレナメコがいたって言ってる。カレナメコ埋まってる。え、どこだ？見えない、見えない。え、ちょっと頑張って探すよ。ここ、これ違うよね。え、カレナメコ埋まってるの見えるの。あ、今切ってるとこ。あれ、ここいる。あ、今切ってるとこにあるっぽい。あ、ほんとだな。ハサミがちょうど来るから分かりづらいけど、なんかカレナメコの頭の部分が少しこれ見えてるね。え、じゃあちょっとか高枝切りバサミで、はい、カレナメコちゃん出ておいで。バカーン、パンパカパーン、カレナメコ発見。よし、これで仲間を増やして、お、やはり草を発掘したら道が見つかりましたね。この道はどこかにつながっているのかな。わかりませんが、博士の指示にも道を参考にするべしとありました。その指示って何なの？どこかに表示されてるのかな？ここです。私のバイザーに映ってます。そりゃ見えねえ。おー、いいな。おいらにも見せてよ。お断りします。一緒にヘルメットをかぶることはできませんよ。さあ、そりゃそうか。ところで道があるってことは他の生き物が通ってるのかもね。なるほど、そういうこともありそうですね。これは何か生き物に会える可能性が上がってきたかな。この道の先に開けたエリアがあるようです。よし、そこに行ってみよう。ジャングルタウンステージ1で鶴を一マス発掘しよう。鶴ってのはこの木の隣のやつか。もう一回時短しようかな。あ、ジャンクパーツ足りない。上手にできてんなこのゲーム。ちょうど足りないんだもんな。じゃあ復活させてよ。来い、レア。お、シロちゃん、シロナメコちゃんが来ましたよ。掘るスキルが高い。ここ掘れ、ワンワン。いけ。よくみんなカレナメコいるの見つけたね。今飼ってるところ、バナナメコのところ、すごい。自分雪山くらいまでカレナメコが埋まってる場所に気づいてませんでした。あ、この先に雪山があるのね。お断りされてるの、かわいそう。かわいい。あ、ヘルメットで。シロナメコかわいい。じゃあちょっと待ち時間ができたので、コメントじゃないや、昔いただいたメールでも読もうかな。はい、え、なんかさ、前回の配信でナメコに一番こだわってほしい部分どこですかって質問って読んだ？読んでない？読んだか。え、筋トレ何かしてますか？マラソン大会に向けて何時間走ってますかっていうのを読んだ。ちょっともし前回の配信を見てて覚えてる人がいたら
教えてください。なめこで一番こだわってほしい部分どこですか。あ、読んでない、読んでない。じゃあなめこで一番こだわってほしい部分どこですか。カレオ君、なめこで一番こだわってほしい部分っていう質問が、まあ、ちょっとこれをくださった方がどういう意図でこれを書いたのかわかんないですけど、まあ、注目して我々がね、開発してる側が注目して見てほしいところ、皆さんに見てほしいところはどこですかという質問なのかなということで答えると、まあ、なめこのキャラクターデザインですとか図鑑の説明っていうのはこだわっているんですけれども、そこだけではなくてですね、例えばこの発掘キットで言えばアプリを操作しているこのなめこの動きにも注目してほしいなと思っていて、さっきのね、豆原子なめこちゃんがこうちょこちょこスコップで石、あの土を掘ってるところとか、豪快にマッスルさんが掘ってるところとか、まあ、そういう動きをね、掘る、切る、砕く、戦う、直すっていう5パターンの発掘のアニメーションがあるので、この発掘基本アニメーションもね、どういうなんか何枚ぐらいのパーツで動いてるのかなみたいなのを見るとちょっと楽しみ方が増えるかなと思います。で、体があってこうバラバラのパーツを書いて、それをこのプログラムで組み合わせて動かしてるんですよ。一枚一枚こういうパラパラ漫画を動かしてるんじゃなくって、腕なら腕、足なら足、このパーツをこうプログラムで動かしてるんですね。何を言ってるのかよくわかんないんですけれども、まあそのいくつかの体のパーツ、形が違うものはもちろんね、形を変えてます、変えてますので、そういうのが組み合わさって動いてんだよっていうのを見ていただくと面白いかなと思います。はい、結構今ね、新しい方がどんどん入室 してくださってるんで、今どんな配信をしてるかというと、今完全にスタジオが映ってるのでゲーム配信みたいには見えないんですけれども、今なめこの公式、の中の人である私ダンボールなめこと、中のなめこであるなめこさんに、2匹でですね、なめこ発掘キットという発掘シミュレーションゲームの、実況配信を行っております。で、今ねちょっと放置時間ができましたので、その放置中に、いろんなちょっと解説をしておりました。まだあと1分ぐらいあるので、もう1個、読もうかな。筋トレ何かしてますか、マラソン大会に向けて何時間走ってますかというね、質問を、これは前回いただいたのが2月ぐらいだったので、その時にはしてません、走ってないです、寒いのでって書いてたんですが、そこから3ヶ月4ヶ月筋トレしてません。そして今年のお正月に立てた目標であるマラソン大会に向けて1秒も走ってません。暑いのでやばいよ、もう今年半分終わっちゃったよ。寒いから走るのは暖かくなってからにしようって思ってたら、暑くなりすぎて走れなくなっちゃった。どうしたらいいですか、なべこさん。やだよ、走るの暑いもん。何走ってるふり、ジムで走るとか、そういうことジムもさ、お金かかるからさやらない理由を探してるよ俺は今お、倉庫行ってる間に発掘が終わったからゲーム画面に戻ろうぜ。はい、ゲーム画面に戻ったかな、戻ったか。走ってないんかーいって言われてる走ってないですよ。なめことが懐かしいですね。そうなんです、なめこ懐かしいんですけど、これは栽培キットじゃなくって発掘キットっていうね、また別のゲームを今遊んでます。なめこがひたすらこの失われた文明が失われた時代に、復活していろんな発掘を進めるっていうゲームです。あ、空っぽ、なんもなかった、残念。バナナメコちゃん、なんか拾ってくれ。お、2つ、ジャンクパーツ、謎の箱を開けるぞ。ハンマーいただきました、ありがとうございます。 OK、 じゃあ、これ確か鶴を掘れ、あ、
鶴掘れだけど道なりに進んでいくか。でバナナメコにやらせて、おシロちゃんも行けるからシロちゃんも行って、で10分かかる、こっちも10分、ハサミがない。そしてジャンクパーツも足りないってことは放置時間発生フリー発掘は何度も行っても、でもフリー発掘に行くとこいつらってさやってくれるの、リセットされない、リセットされない、リセットされない。そうですね、そのメインマップとそのフリー発掘のマップを同時に拾ってきるので OK。 あ、なるほど。じゃあメイン発掘を進めてる間にフリー発掘へ行って同時進行ができるということ、これはいいですね。 OKOK。 あっ、動画広告。じゃあみんなで動画広告見ようよ。何が来る？にゃんこ大戦争、このさん、なめこコラボ復刻してくださいこのさん、京都に叫ぼう、京都に。にゃんこ大戦争となめこのコラボ復活してくださいポノスさん、お願いします。あれ、また別の広告が出てきた商人放浪記、これ龍魔王神じゃねえかよえ、そういうことあり、え、こんなフォーマットある、どこだよこれ。いや、わかんない、初めて見た。これはあ、Google だよ。これ新しいフォーマットだね。今僕とクリスだけが興奮している新しいフォーマットであることに興奮しているはい、豆原子なめこちゃんがジャンクパー、おー300個やった、すごい300個は熱いよ、ハサミ一発で買えるじゃん。風水ちゃん、風水ちゃん、ジャンクパー10個、いいいい、しょうがない。え、今あれじゃない、新しい広告フォーマットだから300個拾ったんだ。そう、誰かがネオでもありましたね。うん、なんか誰か言ってる、あ、ネオで同じような、あ、ネオでこのフォーマット出てきた。あ、そうなんだ、最近 CM こうですよ。へえ、俺初めて見た。そうなんだ。じゃあ、どうしよう、置いてから行った、あ、箱舟の設備を手に入れたよ。これか、サブエンジン、箱舟の設備を強化して発掘スピードを上げよう。マジ強化するよ。6、え、ジャンクパーツ使うのか、ジャンクパーツ食うのかこいつ。まあいいや、でも発掘のスピードが上がるならいい。秘蔵の缶詰もらおうか。これ金か銀もらえるんだよ。そうですね、オリエンタルカディア CM めっちゃやってるやつだ。やってる人いる、オリエンタルカディア。いないの。もし皆さんね、新しいゲームなんかダウンロードしようかなと思った時はぜひラメコのあのアプリで動画広告を見てアプリをインストールしてくださいね。そうすると B-WORKS にお金が入ります。我々はそれで飯を食ってますね。そうですよ、本当ですよ。ナムコがおいおい、あ、金の缶詰来た、やったー、オリエンタルカジア先生ありがとうございます。放置少女先生、金の缶詰ください。放置少女はね、キーワードがね結構なめこと被ってんだよね、ストアの検索の。あ、放置ですね、放置ね。放置少女先生、お、また今度ハローキティ先生も来た。ロブロックスサンリオ先生、おっともうすごいね。何がすごいってさ、この IP のさ、あの広告宣伝費がこう、ああこれぐらいの感じでやってんだなっていうのがね、わかりますよね。あ、1000人
1000人超えた、マジでありがとうございます。1000人、何をしているかというと、なめこ発掘キットという発掘シミュレーションゲームを、なめこ発掘キットを作っている公式の中の人が遊んでいます。え、どうしよう、メインシナリオの方にいい缶詰は残しておきたいから、そうですね、うん、こっちはまあいいや、普通の缶詰で、普通のなめこ。おお、岩ちゃん、ガンちゃん来た、ガンちゃん、ロック先生、ロックっていうとね、なんかちょっと別の漫画を思い浮かべますけどね。ツーハンズですよ、ツーハンズ。ジャングルタウン行こうか。終わったんじゃない？そろそろ。まだやってる、労働してる、労働。マナさんは最高ですマナさんのファンがいる。ロック様、ガンちゃん、イワちゃん、3位だって。そうですね、まだ外してないですね。やべえよ、公式が3位って。なんかこれ一応ちゃんと説明しますけど、公式は本来ランキング除外なんですよ。ランキングに入らないからやってるんですけど、入っちゃいました、なぜか。あまりよろしくないですはい。ですが、あ、すごい、見て、白なめことバナナメコが今動きがシンクロしてる。 TikTok やってる人たちみたい。なめこも TikTok やんなよ、ねえ、やるやるって、やるやる詐欺してないでいいよ、もうみんなの前で言っちゃったから。やるやる詐欺をしてんですよ、なめこが TikTok を。もうね、2年ぐらい言ってるめっちゃ手をスリスリしてるちょっとそういえばちょっと前コメントが来たんですけど、うん、ナムコさんのふんふんふん言っているところは翻訳できるか。ああ、翻訳が、そうか、そういう難しいのか。ちょっとクリス今スタジオの方に行ける、はい、なめこが、はい、ちょっとみんなの前でこうほら、はい、今来ましたよ、手をスリスリしてるなめこが TikTok やんなよってね、やんなよってか違う、なめこが自分でやりたいっつってったのに全然やらないんですよ、2年ぐらい。そうこう言ってる間に、だってなめこ栽培キットにはパングルが入りましたからねバイトダンス の広告サービスが。なめこは TikTok をやるよりもパングルを先に導入するっていうね。ファングルっていうのはその TikTok の会社がやってる広告配信サービスですけど。は、じゃあコメント読もうかな。かわいい、スリスリかわいいですスリスリ、旦那めさんと2金で2匹やるやる詐欺わらわらわらって言われてますね。皆さんぜひコメント書いてね、コメントをね、あ、公式ですよ、公式ですかって言われているので言っとくと公式です。先ほども説明いたしましたが、なめこ発掘キットっていうゲームを作っている B-WORKS の中の人、中のなめこである私ダンボールなめこと、中のなめこであるなめこさんの2匹で、今日はねなめこ発掘キットの実況配信をしていたんですけれども、公式なんでランキング入んないって聞いてたんですが、ランキングになぜか入ってしまいまして、困惑しております。はい、ではですね、そろそろ、はい、発掘終わるので、またなめこさんのごますり見ます。皆さん見ました？はい、謝罪ごますりです。これがかの有名ななめこ謝罪ごますりです。もう、はい、進めろってもう進めろと言われてるので、そろそろゲーム画面に戻りましょうか。はい、はい、もうあとちょっとでね、終わる。40秒39、すごーいって言われてるかわいい、すごーい、みんなにかわいいって言われてよかったね。なめこさん、マナさんのスタンプ欲しいです、手振って、あ、手振ってっていうので手をねもみもみしておりましたね。やるやる詐欺を指摘されたなめこは手をもみもみしておりましたが、さあこのシンクロナイズド発掘もそろそろ終わりを迎えますよ。
チョキ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 。あと5秒。4、3、2、1、終了。同時に終わった。さあ白なめこちゃん、銀の缶詰ありがとうございます。さあバナナめこちゃん、いよお二人さん元気にしてますか。これねよろずやのなめつむりのつむたさんですね。やった、生き物がいたぞ。ジョッシュよく見てください、これはつむたさんです。なんやお二人は生き物を探してるんですか。そうだけどつむたも生き物を探しているの。なわけないでしょう、わしの仕事は物売りですわ。そんなことより相変わらず熱心に発掘してはりますね。うん、もしかしてそろそろ発掘のサポート服がご入用では。それは何、発掘のサポート担当さんの能力が高まる服なんですよ。ということは私の服ってことですね。キラーン。この服のいいところは買うだけで効果があるってところですな。そんな服ってあるの。服が手に入るだけでもいいじゃないですか。信用してくださって結構、うちのは効果バッチリですわ。へえ。よし、じゃあ今からつむたさんの言葉は関西弁ではなくお嬢様言葉っていうことでいきましょう。うちの店や箱舟のメニューで注文できるようにしといたんで、楽しかったら覗いてみてくださいな。発掘に慣れてきたら追加のサポート服を販売いたしますわ。頑張って発掘を進めてくださいわ。でもですはなかなか言わなかったな。そのためのチャレンジミッションを用意させてもらいましたからね。ジョッシュまずは見るだけでも見てみましょうね。なんか女の子っぽいところあるんだね、マナ。うん、そうだね、服好きなんだね。お二人さんには特別ですがチャレンジミッションでも服をプレゼントさせてもらいますわ。こっちは特別な効果はない普通の服ですけどね。え、いいの、それなら見てみようかな。ジョッシュケチなタイプの男の子ですね。どんな服になるんだろう。チャレンジミッションも兼ねて残りのパーツも発掘しちゃおう。着替えるのには一度箱舟に戻らないとできませんよ。そうですよね、お外で女の子が着替えられるわけがないですからね。さあバナナメコちゃん、空っぽ、何もなし。え、じゃあちょっと箱舟に行ってみるか。箱舟これかな。あ、これだ、お着替え。じゃじゃーん、ノーマル服入手済み。 OK。 わーお、課金だった、課金だったから私今買えません。動画広告見よ。三国志新選の広告をみんなで見よ。火星で多勢をなんとか。俺よくこの広告出るな。槍を持ち馬を刺す、弓を引き僧兵を射る、馬に乗り盾を破る。戦闘勝利、戦闘勝利、気力を生かして戦おう。お、金の缶詰ゲットありがとうございます。三国志新選先生、金の缶詰ありがとうございます。え、1位になった？マジ？やばいじゃん。あの公式ですので本来はランキングには入らないはずなんですよ。繰り返し言っておりますが、問い合わせ中なので、問い合わせをしております。あの配信担当のクリス君がですね、ミラティブさんの運営に公式などにランキング入ってどういうこっちゃねんという問い合わせを行っておりますので、皆さんあの温かい目で見守っていてください。我々はあの皆さんの配信を邪魔するつもりは到底なかったので。でもそろそろ配信時間もね、縁も高輪ゲートウェイでございますよ。あと5分ぐらいでね、予定してた1時間の配信を終えようとしておりますので。あーっと回復薬がない。どうしよう、枯れちゃう、枯らす、
あ、金あるから、そうだよ、最後に景気よく金使ってさ、まだ絶賛発掘中なんだから。さっきはね、ステージが切り替わる直前で缶詰使っちゃって失敗しましたが、今回はまだまだ発掘する場所いっぱいありますので、金の缶詰どんどん使ってレアナメコゲットしようよ。で、ここであのカラス専用の場所があるので、ここでまず白ナメコちゃんを枯らします。あと3秒で枯れます、この子は。さあ枯れなさい。枯れました。ボワン、お、2つしかもゲット。銀の缶詰、謎の箱、謎の箱、ジャンクパーツ12個か、しょぶいな。よし行くぜ、金の缶詰。いいですか、行きますよ。さあ、カレナメコちゃん、金の缶詰に行ってらっしゃい。ビリ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 、さっきレア語が出た時はね、演出がちょっと凝ってたので。お、来るか、来る、く、お、長い、長い、お、わー、星4か、いいよ。でも星4だと紫色のビューっていうのが出ないんだね。じゃあマッスルにはマッスルらしく、ちょっとこの岩をも砕くマッスルなめこ。ハンマーがあったのでハンマーを使っちゃいます。あんま時短なのか、15分かよ。すごいよ、1位だってよ、みんなありがとね。キュアアクアみたい。キュアアクアか、キュアアクア。飴食べてるジョッシュ、可愛かった。マッスル惜しい、こんにちは。ゴリラを本気で干したのがまずかったな。ゴリラ本気で干したっけ、なんだそれって。僕ね、すぐ忘れちゃうんですよ、自分が言ったことに責任を持たない、あの無責任な男なので。1位みんなありがとうございます。話がシリアスなのに常にみかんな、うちのマナさん。みかん、おさわり探偵さんの服でやる、やってほしい。あ、そう、おさわり探偵さんね、新米探偵さんの服っていうのがあるんですよ、マナさんが着れる。これね、ステージが進むとどんどんね、服のレパートリーが増えますのでね。初見さんは隔週金曜の YouTube ボールなめこ日本花金もぜひ、ありがとうございます。ボールなめこ日本の説明をしていただいて、私ダンボールなめことこのなめこさんでですね、毎週じゃなくて隔週の金曜で YouTube の YouTube ライブで生配信もやっておりますので、ぜひ、見ていただければと思います。ちょっとスタジオに戻りますか。そうですね、うん、戻りましょうか。はい、お、なんか音が出た。出ましたね。はーい、じゃあ戻ってきましたよーと。一応9時ぐらいまで配信やろうかという話をしておりましたので、そろそろお別れのお時間なんですけれども、なんとランキングで1位になってしまいまして、ありがとうございます。なめこさんどうですか、1位を取った感想は。ねえ、なめこさんもね、いやいや不可思議な感じで、やっておりますが、はい、私ダンボールなめこと、いつものふみのひろなめこさんで行っておりましたなめこ発掘キットの実況配信プレイ、そろそろお別れのお時間にしようかなと思うんですけれども、皆さんいかがでしたか。コメント1時間のでした、楽しかったですか。あんまりなんか本当に普通にゲームの進行に合わせて喋ってるだけだったので、なんか特別な情報とかは特になかったんですけれど、あ、楽しかったですということでコメントいただけてありがとうございます。ちょっとね、もっとこんな風にいろいろやってほしいみたいなのがあれば、まあそれはそれでコメントいただければと思うんですけれども、はい、なめこさんどうでした、私の配信、まあ、全4回を通じて、全4回じゃないね、4回目だったんですけれども、何度目の配信はどうでしたか。まだまだだね。まだまだだねでした。
なめこさんの評価は。そっか、まだまだか。さあ、そういえば今日トレンドに好み先生って入ってましたね。好みたけし先生のことが入ってましたが、そっか、まあ頑張っていきたいと思います。ちょ、実況配信をこれからまた続けるかどうかっていうのは、まあ、引き続き未定なんですけれども、もしスタッフがね、そろそろ1ヶ月経ちますねって言ってきたらちょっと考えますわ。え、もっとやれって。なめこさんだって TikTok やんないと。お互い牽制し合う。ミナティブやれっていう旦那目とあ、ミナティブやれっていうなめこと TikTok やれっていう旦那目でね、2人で牽制し合って何もやらないっていうことにはならないようにこれから頑張っていきますので、はい、そんなこんなでね、1時間ほどお付き合いいただきましたが、皆さんお楽しみいただければ幸いです。で、そう、ツイッターでとかね、インスタでぜひ、配信の感想も書いていただきたいですし、ミナティブでなめこ発掘キットの今キャンペーン実施中なんですよね、確か。そうですね、はい、感想を載せると発掘キットで、キャンペーンが今回今回ダンボールなめこが遊んだなめこ発掘キットと、あとは元祖なめこ栽培キット、こちらなめこの10周年記念アプリとして、昨年リリースした、初代のなめこ栽培キットと2作目のなめこ栽培キットシーズンズの2つのアプリが1つにガッチャンコしてリニューアルした元祖なめこ栽培キット、そして、なめこの巣作りシミュレーションゲームなめこの巣、この 3つのアプリを、それぞれミナティブで配信して、これはランキング上位に行ったらまたリボンがもらえるってことですよね。配信に使える特別なリボンがもらえるというキャンペーンを実施しておりますので、残念ながら我々は1位を取ろうが何だろうが公式なので何ももらえないんですけれども、皆さんぜひこのなめこの巣、元祖なめこ栽培キット、そしてなめこ発掘キット、まあ、このうちのどれかでもね配信していただいて、ぜひこの特別なリボンゲットしていただければと思います。ちょっと旦那めもちょっとね見てみようかなと思っておりますので、スタッフもなんか実はこっそり見てるらしいですよ、皆さんの配信も。なのでぜひ、配信の方もチャレンジしていただければと思います。ミラティブで簡単にできますので、この顔出しはねちょっと機材をいろいろつないでやってるだけなので、本来であれば全然顔出しなくアバターでできますので、ぜひ皆さんやってみていただければと思います。最後に2000人超えた、皆さんありがとうございます。今日はなめこ発掘キットという発掘シミュレーションゲームを作った B-WORKS という会社の中の人、中のなめこである私ダンボールなめこと中のなめこなめこさんで、自分たちで作ったゲームを配信するという、ことをやっておりました。ね、ランキング1位になっていろいろな人に見ていただけてありがとうございます。じゃあミラティブでぜひ皆さんも配信してみてねっていう話をしたのと、あとちょうど今日、ね、この配信の直前に発表されたんですけれども、事故物件住みます芸人松原谷志さんという芸人さん、皆さんご存知ですか。以前映画にもなった、なんかね、なんだっけ、本事故物怖い間取りか、怖い間取りって本も出しされている、この事故物件住みます芸人の松原谷志さんと、なんとこちらのなめこさんがコラボすることになりまして、びっくりだよね、怖いんじゃない、意外といける怖いんだよね、本当は怖いんだけど、この松原谷志さんが事故物件に住み始めてなんと今年で10周年、そしてなめこも、まあ、ちょっと10周年イヤーとしてはねちょうど昨日で終わっちゃったんですけれども、まあ、10周年まだまだなめこちゃんやめへんでということで、この事故物件住みます芸人松原谷さんの事故物件住み始めて10周年記念となめこの10周年を2人でお祝いしようということでね、この事故物件コラボをこれからやります。で松原谷さんの YouTube チャンネルになめこの巣で遊んでもらったりとか、なめこの巣の中に松原谷さんがプロデュースした事故物件という施設を巣の中に設置できるようになって、なめこさんはそこで暮らすことができます。なのでなめこの巣でなめこもぜひ事故物件住みますなめことしてこれから活動していっていただければと思います。どう、やだ
震えてるけど、それはあれでしょ、あの辛うまみたいな感じで、辛いけど美味しいみたいな、怖いけど楽しいっていう反応ですよね。ちょっと間があったけど大丈夫か大丈夫かな。あの一応本当にコラボやりますんで、ぜひ皆さん、そちらのコラボを楽しみにしてみてください。すごいコラボって言って、あ、そう、トーク舞台もねやるんです。大阪でねやるのかな、大阪で、あのボールナメコ日本の公開収録やったその日に、午後から今度タニシさんとナメコさんで、まあちょっとダンダメも一応ね付き添いで行くんですけれども、トークライブやりますので皆さんぜひご覧ください。あの一応配信の方もやるみたいですよ。はい、ということでね、あ、そう、キノコつながりなんですよ。そのタニシさんがキノコマッシュルームヘアで、なんか界隈ではオカルトキノコって呼ばれてるらしくて、でそのキノコつながり、さらに10周年つながりってことで、なめこさんとコラボが、白羽の矢が立ったってことらしいですよ。いいじゃん、別にコラボしてもらえるんだからはい、ね、あとなめこ大図鑑の方もね、そろそろ届いている方がいらっしゃるかと思いますので、ぜひそれもね、大図鑑感想を書いていただければ、あの旦那めが後ほどエゴサで見つけてこそりいいねを押すかもしれませんので、盛大に感想をつぶえていただければと思います。はい、ということで、まあ、お時間もね、縁も高輪ゲートウェイということですので、今日の配信はそろそろおしまいにしたいと思います。また次回配信があるとしたら1ヶ月後ぐらいにあるかもしれないですが、スタッフが忘れていなければ旦那目に声をかけてくれるかもしれません。ということで、お相手はいつもふんふんみんなのヒロナメコさんと、頭はなんだっけ、あ、そう、頭はナメコ、あ、違う、もうね、いつも台本がないと忘れちゃうんですよもう頭のね、老化現象で、はい、ダンボールナメコで、お送りしました。では皆さん、今日はご覧いただいてありがとうございました。またねー、ナメコアクツキット、ぜひ遊んでください。バイバーイ。